今日みたいな日はかなり日差しが強いと思いますので、水分補給などまたお盆とサングラスもうまくご利用ください。今日から明日のパレルも今のところ2日間ご一緒していただきます可愛らしい丸っこいドライバーさんでございますが、この方私も初めてです。ジャコモさんというドライバーさんです。よければ拍手でお迎えいただけたらと思います。
側に見える、ね、島なんですね。そう、ソ連と半島の一部だった島です、ね、昔ね、大昔の話なんですね。現在の距離はね、あのソ連と半島の最先端からね、カプリ島までの距離は5キロだけですね。ずっとつながってたんですね、昔。カプリ島は島じゃなかったねということなんですけれどもね、青の洞窟の、ね、綺麗に見えますね、イスキアとね、皆さんのね、あの左奥のところに見える島なんですけれども、イスキア島の右側にはもう一つの小さな島があって、プロチダと呼ばれます。プロチダ島はね、漁師町で、まあ、小さな島なので人口密度がすごく高くてね、1万人になりますね。イスキア島には素敵な温泉公園、ね、があるのに、私たちは残念ながらね、温泉の文化が、ね、あのなかなか持ってないから、あんまり、ね、使わないんですね。あんまり町は、まあ、実は南イタリアもそうだったんですけれども、ね、まあ、いろんな、ね、権力のある国の一部だったということですね。大昔はギリシャ人ね、その後はローマ人ね、まあ、独立した、ね、王国にもなった時代もあったんですけれどもね、左手奥のところですね、サンティルモ城と呼ばれているのお城が、ね、見えますけれども、あそこの、ね、お城の中まで、ね、入るかどうかわからないんですけれども、とにかく、ね、お城のあるところまで、ね、行く予定がある、ね、と言われてますけれども、あそこの上からの景色はすごく綺麗ですね。360度の眺めが見られるということなんですね。あそこに行ったら、ね、上の方から、ね、スパッカナポリも見られるということになりますね。
2つに割るという意味なんですね。これから左に曲がってメインストリートのトレード通りに入ります。あ、皆さん、あのちょっとね、安全な運転をしてくれるね、ジャコのさん。こちらのですね、右も左も見てくださいね。まっすぐ手前。サッカーナポリです。左。ね、は、ね、あの3キロなんですね。長さは3キロで、ね、ナポリの旧市街はね、ヨーロッパの一番広い、ね、あの旧市街、ね、だと申し上げましたけれども、もちろんね、私たちはね、南、一番南にあるね、デクマの東西に走る道だけ、を見ましたけれども、ね、北の方にはあと2本あって、トリブナーリ通り、裁判所通りと、ね、真ん中のところにあって、一番上のところにはアンティカイア通り、というデクマーノスもありますね。ですから3本あって、ね、この平行に走る道はね、いろんな、ね、まあ、たくさんの路地と、ね、交わってるということなんですね。だから5番の目のようになってるということですね。の近くまで移動する形になりますね。王宮の手前にはね、お城がね見えてて、13世紀の終わりのお城なんですね。先ほどですね、あのサンタキャラ教会をご覧になったんですけれどもね、あそこの教会を作った、ね、王様の、まあ、先祖が、ね、先祖の方がね、あのこのお城を作ったということですね。アンジュ家の最初の王様ね、初代の王様がね、カルロ、シャルル、ね、あのフランス人だったのでシャルルと呼ばれてたんですけれどもね、作った、お城は、ね、あの目の前に見えてきたということですね。13世紀末に、ね、アンジュ家のカルロ1世によって作られた新城になりますね。新しいお城と呼ばれてるお城なんですけれども、もちろん新しくないということなんですね。建設の時に他のお城に比べたらね、例えばですね、海の中にある卵城に比べたら新しかったので、あのこういうふうに呼ばれてきたお城になりますね。ナポリのシンボルマークになってますね。どの絵はがきにも載ってるね、お城なんですけれどもね、近づいていくとね、2つの塔の真ん中にある凱旋門もね、見えてきますけれどもね、それはその後の時代に遡る、ね、ものなんですね。アラゴン家のアルフォンソ1世によって作られたね、まあ、第2世紀の凱旋門になりますね。皆さん今いらっしゃるのが視聴者の広場ですね。右側にはね、クリーム色の建物がね見えてまいりましたけれども、これが視聴者の建物になりますね。左側にはね、ナポリの港で、2つの大きな客船が止まってるねという状態なんですね。そうです、そうですね、あのみんなポンペイにいた人たちですね。だからこの地下には、これから博物館、ね、あの地下鉄の駅のそばにはね、博物展、まあ、展示するため、船を展示するための、博物館を作る予定であるみたいですね。まだ、まあ、地下鉄はもう動いて、の方が作った、ね、大きなだったんですね。17世紀の初め、建築家は、ね、ドミニコ・フォンタンだったんですね。この方は、ね、ローマ法のためにたくさんの建物を作った建築家だったのでね、この左側に見える、ね、大きいは、ね、あのローマにあるたくさんの、まあ、歴史的な建物の格好に似てるということですね。ただこれから2つの大事な建物の真ん中を、ね、通過しますけれどもね、今ね、あの両方見なくても大丈夫なんですけれども、まず左側に、ね、見てください。ヨーロッパの一番古い歌劇場、ね、オペラ劇場がね、左側にあるんですけれどもね、サンカルロ坂になりますね。ミラノにもローマにも、ね、古い歌劇場があるんですけれども、それは、ね、この劇場はね、ね、あの他の町の劇場よりも古いということですね。1737年に、ね、作られた、ね、劇場で3000人ぐらい、ね、収容できるものになります。皆さん右側にはね、トレード通りね、先ほどね、あのご覧になったメインストリートで、ね、突き当たりまで行ったらね、メイン広場に着きますけれどもね、目の前にの、あの右側にね、見えてきたんですけれども、ナポリのメイン広場になりますね。プレビシート広場なんですね。中路の中にはね、19世紀の終わりの教会が入ってますね。サンフランチェスコ・ディ・パーロの教会になりますね。あと先ほど、
ね、あの目に貼ったかと思いますけれども、大きくガンブリングと書かれたんですけれども、あれがナポリの一番エレガントな趣味性をかけているようになってますね。朝、今ですね、右手がなくて左見てくださいね。19世紀の終わりのアーケードはね、残念ながら修復中なんですけれどもね、ウンベルト1世というガンレリアが、ね、見えますね。中見ていただくと豪華ですよね。こちらの中には困ってよかったですね。こちらの中には高級ブティックや、ね、四つ星のホテルや、あとね、オフィスなんですね。で、まあ、高さはね、鉄とガラスで作られた、ね、あのドームを、持ってるね、あの今日あのアーケードなんですけれどもね、高さは57メートルになりますね。ミラノにも同じような、ものがあって、あれがヴィトリオ・マヌエレ2世と呼ばれてるんですけれどもね。したらね、これ先ほどね見ていただいたアーケードも建設されたということですね。またね、ノーボ城の凱旋門ね、もう見ていただいてますね。中には、なんですね、そう、発掘しようとしたらね、いつもなんか出てくるので ね、そうです、地下鉄の工事のために掘ったところをね、遺跡が出てきたということです。